じゃあちょっと内田君、内田さん次、ですね、私妖怪なんですけれども、よくですね、日本のアニメとか漫画を見ておりまして、まあじゃあゼットンつながりでちょっと、ゼットンつながりで、ドラゴンボールと鳥山明の都市伝説、はい、これがですね、よく、インターネット上に流れてるんですけれども、よく聞かれるのがドラゴンボール GT というアニメは、ね、ごめんなさい鳥山先生の役だみたいな、ね、ことを言われてたりするんですけれども、まずそこからしてですね、鳥山明を多分あんまり知らない人があれを噂として広めてるんじゃないかなという考察がありまして、本当はあれはグレートツアーだったの、グレートツーリング、ツーリングか、宇宙の旅だからグレートツーリングが本当で、それ略称で GT だったんだけ だけどごめんなさい鳥山先生じゃないかと、うん、でまずこれがごめんなさい鳥山先生が、うんうん、もう絶対違うだろうっていうのは、うん、ファンは分かるんです、柔道、うん、のファンは、うん、なぜかというと鳥山明先生は全くドラゴンボールにこだわりないんです。ああ、なるほど。いや、謝る必要ないよ。あの実写版のハリウッドで作られましたよ、ね、目も当てられないやつ、目も当てられない。悟空もう白人みたいな。あれが作られた時も、まあ意外に面白かったりするんじゃないですかってインタビューで言っていて、なるほど、一切文句を出さない、お、うん、人なんです。もともとですね、鳥山明先生はドラゴンボールにあまりこだわらない、うん、まあ、作風というか、もうインタビューの端々で、発言してるんですね。なるほどね。一番私がびっくりしたのはですね、うん、ワンピースの小田栄一郎先生と、お、小田さん、はい、あのワンピースの画集で対談したんですよ、鳥山明が。で一番初めに、うん、ワンピースの小田栄一郎が、僕ドラゴンボール大好きで、タオパイパイっていうキャラクターがすごい好きなんですよって言ったら、鳥山明先生、え、誰それ。忘れてる、完全に忘れてる。あらら、でこの人も病気なんじゃないかなと思う、忘れん坊に。鳥山明先生、あのドラゴンボール初期にアックマンっていうキャラクターが出てくるんですよ。で、あったかもしれないね、はいはい、占いババのところで、はい、完全に、まあ、悪魔の格好して悪魔糸光線っていうのを出すキャラクターが出てくるんですけど、はいはい、それから6、7年ぐらい経ってからかな、うん、V ジャンプでゴーゴーアックマンっていうギャグ漫画の連載始めるんですよ、で全然違うキャラクターだけど、うん、名前は同じなんですね、うん、であれ被ってると思って、なんでかなと思って調べたら、うん、それに対して答えてるインタビューを発見しまして、あ、僕アックマンっていうキャラクター出したの忘れてもう一回使ってました。発想が貧困ですね、悪魔だからアックマンなんてって言って答えたんです。おー、だから非常にですね、自分の作品にこだわりない。あ、でもね、それはね、あの、分かると思う。俺ももう百何十冊書いてると、はい、同じネタを同じ出版社で書いちゃったりする時あるよ。編集者に指摘されて気がつくんだけど、あ、これ書いてないつもりだったけど書いてたっていうのがいっぱいあって。鳥山明先生と同じですよ。荒俣先生、荒俣さんもそうだよ。荒俣先生もそう。荒俣さん400冊ぐらい書いてて、多分中身忘れてる本いっぱいあるから。なるほど。だって自分で自分の本持ってないからね、荒俣さんね。マニアの人に買いに来るから。あ、買いに来る、荒俣マニアの人がいて、その人の家に自分の本を借りに来る。都市伝説ではなくて、それは。いや、ガチな話だ。実は。実は。荒本さんがすごいのは、なんかあのサラリーマンは毎日もう、ね、満員電車で乗って会社に行ってるから、俺たち作家は月に1冊は書かないといけない。それが作家の義務だ。それぐらいハードワークをすべきだみたいな、かっこいいんだけど、って。月に2冊。すごいなと。48冊ですか、年間。いや、だから、そうだ。いや、24冊。24冊。月に24冊。僕も最高ではそれぐらい書いてるんだけど、あの、荒俣宏すごいな、すごい先輩だなと思ったその下に、でも中身は保証できませんけどね、なんて。それでお茶目なとこがじゃ。緩いですね、荒俣先生。だから鳥山さんもちょっともうそういう境地までいっちゃってるんじゃないかな。そうなんですよね、うん、すごいマイペースで。だからよく、あとドラゴンボール Z は、うん、鳥山明先生が終わりにしたいから Z っていう風に名前をアニメでつけたっていう。なるほど。あれはですね、全然そんなことはなくてですね、今日私あの資料をあの家をひっくり返しまして持ってきたんですけども、この本じゃなくてですね、ドラゴンボール Z になった理由があるんですか。 Z になった理由なんですけど、うん、これ
シェンロン通信というですね、あの、ドラゴンボール大全集というのが、ドラゴンボールが、終了した、原作が終了したときに全、7巻プラス別冊2巻で大きい画集みたいなのが、7巻揃いのやつがまず出て、その後2冊出たっていうのがあるんですけど、それのですね、おまけにこういう、なかなかね、中古屋でこのシェンロン通信、完品で付いてるやつ探すのが難しいんですけど、これ Z になったいきさつっていうのが書いてある。あ、書いてある。Z の前のスタッフの中でのサブタイトルがひどい。サブタイトルひどい。ドラゴンボール Z、Z に決まる前の、1個前の仮のタイトルが、ドラゴンボールご飯の大冒険。ダメですね。ダメです。絶対ヒットしないですよね。昭和だな。で、Z になったのは理由は、鳥山先生に、ご飯の大冒険っていう感じでいいですかって聞いたら、いや、悟空がやっぱり主人公ですよ、そうなんですか、じゃあどうしましょうって聞いたら、単純に Z ってなんとなくかっこよくないですか、じゃあそれ OK って決まった響き。あ、それぐらいで決まっちゃったんだ。だから深く考えてない。で、なんか鳥山明先生 自身がこう意見を求められたっていうことで答えたインタビューがあるんですけど、当時栄養ドリンクとか結構流行っていて、なんとか D とかなんとか Z とか、アルギン Z とかね。そうなんです。そういうのあったね。それのノリでもう Z でいいんじゃないって。なるほどね。それやったらいろんな作品が R とか S とか付け始めましたねなんて言ってるんですけど、 あとは都市伝説的なところではなんかウィンタロー先生も本に書かれてましたけど、スーパーサイヤ人の髪の毛がどうこうみたいな話とかって、いや、そんなん俺書いてた。あれやっぱ忘れちゃう。鳥山明病じゃないですか。鳥山明病。俺もそこまで言ったか。スーパーサイヤ人の髪の毛が金髪な理由みたいな。あ、書いたかもしれない。アニメ都市伝説でしょ。はい。忘れてる。で、あれっていろいろ諸説あって、なんか欧米に売りたかったとか。あ、そういうのも。金髪にして白人が敵を倒す話にしたかったからっていう説とかいろいろあるんですけど、このドラゴンボールフォーエバーの中で、思いっきり鳥山明先生が回答をもうインタビューで答えちゃってる、どういうことですか。これはですね、単純ですね、アシスタントの子が悟空の髪を黒く塗るのが大変だっていうから金髪にしました。まあインパクトはあったし結果的には良かったと思いますけど。ああ、なるほどね。あ、それ面白いね。